点を決められるだろうと話しています。ファンデルサールがコロコロの情報を知らなければいいんですけど ね遠藤は最後までゴールキーパーを見たままボールを見ないで蹴ります。一方ファンデルサールは数々の PK 戦を止めてきました。チャンピオンズリーグの決勝でも止めて勝ち上がっています。さあ見ましょう、最後までキーパーを見た。取れません。いや100戦目のもファンデルサールの右手を抜けていく遠藤の PK 動かなかったんですよね。それでもこの頃で日本の誇る遠藤の PK が世界に通用した瞬間です。いやこれは素晴らしい試合になりました。